内容がみかんみなぐらなんですけど、まあ、ひらがなですけど、今日30分こうやらせてもらえるっていうのをここに来て知って、全然こう考えたことが全然変わっちゃって、ここでいろんなことが起きたり起きなかったり、朝起きたらいて座なんですけど、私いて座が12位だったりなんで、ついでねなチェッとかと思いながら車の中でセミレムのコーヒー飲んだらコーヒーこぼしちゃったりとか、ついてねえな、ネキさんみたいに知ってる歌ってやろうかなと思ったけど、多分できないんで、性格的にも。30分できるから曲数制限がないんで、ちょっと好きにやらせていただけこうかなと思ってます。では。足元に絡みつく赤い「あ
にで。さよなら。今日バッシーさん来られるってことで、よしって宅のかませようと思ったら家族で来て、なんだよって、寝てたから持ってきて、知恵とかって、今の知恵はひらがなの知恵に小さい小さいって言うんですよ。タップやって、いや、じゃあ今で様子、あら一曲だけやるかなと思って、あのバシさんにかなわねえんですよ。かなわねえからみんなが知らねえようなタクロやるのがいいんですけど、さっきあの超見舞いになってて、おとぎ同士があったの、おとぎ同士雨も降り飽きて、風も止んだようだね、ついにマシがたまれ、とんちゃん騒いでた街がひっそり関東明日さ会えるね、静かだね、夢でも食べながらもう少し起きてようよ、君も少しはお酒を飲んだらいいさ、覚えたての歌を歌ってほしい夜だ、スプーンも皿も耳を澄ましてさ、あーいいねあーいいね、泣き出しそうな声でもう少し行きますか、しまおう、もう少し幸せに幸せになろうよ、言い訳ですよ、これから言い訳です。すごい僕目がいいんですよ、昔から。ここ10年ぐらい老眼で全然見えない。で A4 の紙に大きく印刷しても見えない。これバックライトがついてる iPad にしたら見えるんじゃないのってちょっと思ってやったら見えない。結局見えないんですよ、メガネしないとね。でメガネをする人生じゃなかったもんで、メガネがすごい煩わしいんですよ。今メガネしてる人に本当に失礼なこと言ってます、私ね。もうすごい煩わしい、メガネがすごいなとみんな思いますね。メガネしてる人、メガネしてる人に一個尊敬のポイントあります。そんだけですけど、あの私の場合は箸休めですんで、後からまた後の方は素晴らしいんで、私だけは箸休めなんで、はい、トイレに行ったりいろんなものを食べたりしてください。あのやっぱり今日石破さん来られるって言うんで、タクロやりたいなって思ったんですよ。でも、マシさんやらないタクロやんなきゃいけないなって思ったんで。
8月の光が俺を照らし、コンクリートジャングル建てる暑さが俺の心をイラつかせる。癒せない、満たせない、慰めもない、深い祈りと深い悲しみ、乾いた心を抱いて、俺はどこへ行こう、君はどこへ行く。時は押し戻す幾千の悲しみを、時は伏し目る幾千の思い出を、焼け尽きた年から確かな愛が聞こえる。子供らに俺たちが与えるものはあるか、安らかに笑う家はいつまであるか、いつもいつも遠くから遠くから見ていた広島。8月の光が俺を見つめ、コンクリートジャングル上がる日々が俺の心を苛立たせる。笑えない、落ち着けない、安らぎもない、歌う敵と歌う真実、見えない心抱いて、俺はどこへ行こう、君はどこへ行く。時は忘れ去る幾千のごまかしを、時は汚してる幾千の優しさを、駆け尽きた時から確かな愛が聞こえる。子供らに俺たちが与えるものは、いつもいつも遠くから見ていた広島。いつも見ていた広島という曲です。まだ言い訳します。これ紙用で作ったんで、ちっちゃくて、フォントがちっちゃくて見えないですよね。